幻のペンフレンドは、眉村拓の SF ジュブナイル小説、及び、それを原作とする、テレビドラマ作品。1966年に、中学1年コースにおいて連載、岩崎書店、SF 少年文庫シリーズとして1970年に、刊行された。NHK 総合、少年ドラマシリーズで1974年に、NHK 教育、 ドラマへの歌で2001年にそれぞれテレビドラマ化。東京に住む中学生渡辺明彦は1年ほど前に雑誌の文通欄に名前を載せて日本各地のペンフレンドと手紙をやり取りしていたが今では特定の数名と定期的に頼りを交換するだけだった。ある日大阪から本郷玲子という聞き覚えのない差出人名であなたの学校や家庭や お友達のことをできるだけ詳しく教えてほしいという内容で調査費と称する一万円札が同封された手紙が届く。送付元の住所を調べると存在しない住所だった。手紙をやり取りするうちに秋彦の周囲に自分とそっくりの偽物が現れるようになる。やがて本郷玲子から東京に来るので駅まで迎えに来てほしいという手紙が来るが、 1974年4月15日から5月1日に NHK 少年ドラマシリーズの29作目として NHK 総合にて月曜から水曜の18時5分から18時29分に放送された。全球は現存する映像は発見されていない。キャストスタッフ2001年1月6日から3月24日に かけ NHK 教育の土曜18時から18時29分のドラマ愛の歌枠の一作として幻のペンフレンド2001のタイトルで放送されたキャストスタッフこの講出展ありがとうございます